んにちは、インターン生の中村です。今日の記事にはココスで JavaScript を使って簡単なプログラミングについて書いたので、ぜひ見てください。 JavaScript で書いているときに気づいたことなんですが、C++ や C# などと違って、変数を作るときにバーなどの変数ばかりを使うことが多いので、すごくなんかこの変数にはどんな中身が入ってたっけってなることなどがあったので気をつけてください。今回作っていて困ったのはタッチイベントの作り方でした。最初はマウスのポジションを取ってからやろうとしたりしたのですが、よく調べるとココスにはイベントリスナーなどのクリックした時のイベントを、聞いていてくれるものが用意されていたので、それを使ってみました。ココスには他にもいろいろな関数があるので、暇な時にでもリファレンスを読んでみたいと思います。皆さんもぜひココスを使ってゲーム制作をしてみてください。